か、クラッシュからスネアに移行するときに、どういう軌道をイメージ、したらいいでしょうか。クラッシュ叩いた後も手を上げるイメージでしょうか。クラッシュからスネアに移行するときは、これもよくあるんですけど、スネア叩いて、結構ね、これね、上から見た方がいい。あ、こう上からのアングルが今日は、活かされる。叩いて、ここまでね、手を引いちゃったりするんですよ、こう。この手がここにある状態でスネアを狙えると割と高速で叩きやすいみたいな。これがここまで戻ってくると結構しんどいので、まあ、タブとかもそうなんですけど、基本的になんかこういうポジションかな、このポジションのままスネアに行くみたいな意識してもらうと、なんかこの移動が楽になってくると思うので、なんか結構ここを守りたくなるんですけど、ここじゃなくてシンバルを叩くときは基本ポジションこうみたいな感じでやってもらうと、なんかこう移動がやりやすくなってくるのかなと思いますかね。はい、あと